はじめ2機の原型が作られ、1号機は1962年8月に初飛行に成功。2号機のそれは同年12月である。翌63年、この2機を使って950時間に及ぶ飛行試験を積み重ね、数多くのデータを得た。 YS-11 が生産に入ったのは1964年である。 YS-11 の組み立ては、まずエンジンと主翼部を川崎航空機、尾翼部は富士重工、フラップと補助翼は日本航空機製造、機体後部は新明和工業、機体主部及び最終組み立ては三菱重工、そして最終試験と販売は日本航空機製造が受け持った。1964年8月、運輸省航空局の対空形式証明を得、1965年9月にはアメリカ FAA に認可された。1965年4月1日、日本国内航空の東京徳島高知線で初めて旅客を乗せ、実用機として就航したのである。計画が始まってから8年の年月と58億5000万円の開発費をかけた YS-11 は、総生産機数182機、うち試作機2機、輸出機数は13カ国に76機、国内民間機75機、防衛庁海上保安庁など艦長用として29機となっている。 YS-11 は1964年9月9日、東京オリンピックのためギリシャから運ばれてきた聖火を沖縄で受け取り、国内リレーのために鹿児島、宮崎、札幌へその日のうちに運ぶという任を果たす。1966年9月にはアメリカ各地でのデモンストレーションに向かう途中、太平洋横断飛行を行っている。 YS-11 はそれまでに数多く使われたバイカウントやフレンドシップに比べ、快適性、経済性などに優れているため、逐次これらの機と入れ替わり、一時期には全日空、東亜国内航空のローカル線はほとんどこの機により運航されるまでになった。1975年5月現在、総生産機数182機のうち、墜落、ハイジャックなどにより登録から抹消された機は13機となっている。しかしこの優れた輸送機 YS-11 も、空の高速大量輸送時代に入ると、地方空港の拡張整備に伴い、次第にボーイング727、737、さらにダグラス DC-9、ロッキード L-1011 トライスターといったジェット機にその地位を奪われようとしている。